あのどう頑張ってもドラえもんの声真似ができない。めちゃめちゃ練習したのにさ、ドラえもんの声真似がマジで一向にうまいことできない。もう多分ね、体の構造上無理。ドラえもんの声真似マジでむずい。無理。なんなんあれ。もう最初のさ、僕ドラえもんみたいなやつだけでさ、だけでもいいからもう言えるようになりたいと思って必死こいてさ、何十分もバカみたいに家で一人で練習したのにさ、もう全然似れない。お、あ、もう全然似れない。あの、全国民に金玉蹴られるぐらいのクオリティのドラえもんしかできんかった。え、マジで。俺結構モノマネうまいと思ってたんやけどな。あ、ちなみに、あの、なんで急にドラえもんのモノマネの話をしたかというと、あの、なんか、ツイッターの質問箱で、ドラえもんの声真似しながら、マリオカート実況、やれと、言われて、俺ちょっとやりたいなって思ってたんよ。それ見て、悔しくも。悔しいけど、あの、たかだか匿名の、クソしょうもない案に、ちょっとさ、興味を惹かれてしまって、俺、悔しいけど。本当に悔しいけど、興味を持ってしまって。死んだらそんな、こいつ。ほんで、やりたいなと思ってて、結構真剣にね、真剣に、アホみたいな話だけど、真剣にドラえもんの喋り方と声を練習したのよ、俺は。ははは。マジでバカみたいに練習してさ、こんだけやったら上手くなるやろうと思ってさ、一応ビフォーとアフターを両方録画したの、自分で、一人で。恥ずかしい。何やってんねんって感じだけど。でも、全然上手くないからさ、もう、あかんな、ので、一応ボツにしたんよ。でもなんか、モノマネ実況は本当にもう、あの、興味を持ってしまった以上やりたいからさ、案をくれ、案を。で、ドラえもんは無理やったけど、なんか、俺、モノマネ割と上手い方やからさ、な、多分ね、ドラえもんの相性が悪すぎるだけで、別にドラえもんじゃなかったらできるんよ。アンパンマンとかでもワンチャンできるんよ、見て練習したら。なんでもいいから、マジで。あの、クソ気持ち悪い喋り方するキャラとか以外ね。なんか普通に、みんながそれなりに理解できて、なおかつ、まあ、俺でも真似できそうなやつで、なんかキャラが濃そうなやつおったらちょっと教えてや。でも1レースだけなんか喋って動画上げよう思ったけど、なんもおんないレース展開やったな。もうちょいなんか動画用のレース展開になれや。別にええけど。はい。なので、アン、お願いします。ドラえもんは、ちょっと無理でした。